次が憧れは影響ですと。ヤーニングフォーインパクト。インパクト。影響を求めると。社会的な影響はアーティザンにとって重要だと。社会から肩をすくめて無関心のように見える人でさえもですと。アーティザンは力強く強い存在として感じられることが必要であり、出来事の進行に影響を与えたいと望んでいます。たとえそれが権威に反抗して驚かせたりからかったりすることであってもですと。アーティザンにとって影響を持たないこと、人間の事象に何の変化ももたらさないことは酸素を奪われたようなものです。他のタイプよりも SP はカール・ピューラーと呼ばれる優れたゲシュタルト心理学者が機能の欲望と呼んだものに影響を受けやすいですと。これは印象的な行動に対する渇望、社会的なコンテキストで目立った機能を果たして、そういったそういう機能を果たし自分の存在を示したいという願望ですと。 SP はアクションを起こし何かを演出し何かを起こしビッグタイムに乗ることを渇望しています。それが芸術の世界であろうと企業のビジネスであろうと戦場であろうと球場であろうと舞台であろうと政治の舞台であろうとそうですと。これがなぜ多くのプロの政治家が SP なのかですと。政治の世界は操縦、興奮、リスクだけでなく強力な社会的な影響を持つことができます。テディ・ルーズベルトは大統領として、そして彼の人生全体で彼の仲間のアーティザンが代表するモットーに従いました。アクションを起こせ、物事を行え、想像し行動し、どこにいても場を取れ、アクションを起こせ。どうですか。まあ多分内向なのでそこまで表には出ないですけど、はい、まあ、そういうところあるかもしれないですね。はい、はい、男は SP がいいだろうね。はい、NT もいいんじゃないですか。 NT もいいですよね、はい、頭いい感じ。やっぱちょっと僕バカっぽいですよ。そうなんですよ、まあ、NF もあれですけどね、ヒーローですけどね。じゃああいつらは、はい、NF は自分でヒーローって言ってるんですよ。自分でヒーロー、まあ、人のためにみたいなヒーローもあるじゃないですか。あの抜ければですよ。ドーンと抜ければ頑張ろう、はい、はい、でもそれはまあ他のタイプも一緒じゃないですか。 NT って言っても別に、そうですね、はい、隅っこでこちょこちょやってる人もいるんでしょうね。はい、はい、抜けないとね、やっぱりね、はい、で次がですね、シーキングスティミュレーション、刺激を求める。はい、アーティザンは刺激を求めることにかなりの時間を費やしますと。なぜなら彼らにはそれが必要だからです。できるだけ五感で生き、他のタイプよりも少し音楽を大きく、服を少し色鮮やかに、食べ物や飲み物を少し強く好むように見えます。アメリカの心理学者マービン・ズッカーマンはこのタイプを刺激を求める性格と呼びました。この名前はイギリスの劇作家アラン・エイクホーンが彼の喜劇のヒーローであるニューマン・デュワーズが大いに酔っ払って義兄弟に休暇に参加するよう懇願する場面を思い浮かべていたかのようです。引用です。いや休憩じゃないよ、それはクソつまらない言葉だ、単に行ってほしいんだ、そして物事を見て物を味わって物を嗅いで物に触れて木に触れて草に触れて地球に触れて言えるようにしよう、すべてを見て経験してきたって。アーティザンは多様性が人生のスパイスであることを考えており、自分の人生を新しい感覚と経験で満たしたいと望んでいますと。家庭生活ではアーティザンはさまざまなバケーションスポットを試したり、新しい車や新しい服を買ったり、家を変えたり、新しい食べ物や新しい食べる場所を試したり、夕食の時間を変えたりしたがります。衝動が起きた時に食べたいと思うため、これはより保守的なタイプ、特に SJ にとっては
動揺を引き起こす傾向があり、 SP が結婚する際に困難を引き起こす可能性があります。仕事でも同じです。仕事に多様性や予測不可能性が少なく、つまりそれが刺激的でない場合、アーティザンは興味を失います。しかし可能性や緊急事態の範囲が広がると、 SP は仕事に取り組む意欲もどんどん増してくる。実際仕事があまりにも退屈でルーティンになりすぎると、 SP は少し華やかにするためわざとセンセーションを作り出すことがあります。アーティザンはやるべきことをやらないわけではありませんし、指示通りに行うことも何度も同じことをすることも拒絶しません。その瞬間の気分次第です。しかしできれば仕事を遊びに変え、同じ行動を繰り返さなければならない場合は、テーマに変化を加えるか、それを無意識の操作方法、つまり自分のモーダスオペランディ、または MO、アーティザンがよく頼る習慣パターンに変化させます。モーダスオペランディって言うじゃないですか。言いますよね。なんて言うんですか？モーダスオペランディって。ラテン語で仕事のやり方っていう、ちょっとおしゃれに言ったってことですね。はい。モーダスオペランディはラテン語で作業の方法を意味しますと。一般的には特定の個人や組織が行動を起こす際の特定パターンや手法を指す。犯罪学では犯罪者が犯罪を行う際の特有の手口を指すことが多いと。はい。そんな感覚的ですか？そんな感覚はでも分かる気はしますけどね。確かなんか、はい、心のおしゃべりは少ない感じはしますよね。はい。刺激は欲しいじゃないですか。刺激は僕も欲しいです。その悪くてもですよ。トラブルとか、はい、トラブルとか。トラブルはノーセンキューです。トラブルとかも含めてですよ。もうあんなことがあってって楽しくてしょうがない。もうじゃあ、まあ怒ってしまえばやりますがって感じですね。はい、それは、はいはい、だからもうそういうので、もう悪いことが起こってもいいから何か変化してほしいみたいな刺激じゃないですか。それは、はい、それはないですね。はい、バーンと全部ひっくり返してみてどうなるかみたいな。あ、まあ、うん、はい、怒ってしまった時はまあ運命だって思いますけど。はい、多分そういう刺激ですよね。なるほど。はい、僕は自分のこといっぺん ESFP って言ったことがあるんですけど、はいはい、絶対ないです。カーシー的には、はいはい、他の男では分かりません、はい、SP の衝動はより衝動らしい衝動というか、うん、興味というか好奇心の根底っぽいですよねと、うん、まあそんな感じはありますよね。あれやってみたいみたいな衝動ですよね。あ、今、はい、仕事よりも今あれやりたいみたいな。あ、うんうん。